ヤマイナス61ボーイングバートルヤマイナス61ボーイングバートルヤマイナス61はアメリカ合衆国のボーイングバートル社で開発された総発ターボシャフトエンジンの軍用汎用ヘリコプターであるヤマイナス61は1970年代初めにベル UH-1 色恋を代替するアメリカ陸軍のアたす計画の候補の2番手であった 性能比較飛行試験の最終段階で、シコルスキーエアクラフト社が開発契約を受注し、UH-60A となった。1972年8月に締結された契約の下で、ボーイングバートル社は、アタス計画の契約を完遂するために機体を設計し、3機の試作機を納入した。ボーイングバートル社が陸軍の競争試作に敗退すると、民間からと、 アメリカ海軍のランプス3計画での受注に望みがかけられた。結局は、シコルスキー社設計の派生機種 SH-60、シーホークが海軍との契約を獲得し、民間からの発注はキャンセルされた。3機の機体が製造され、さらなる2機はキャンセルされ完成しなかった。発展型攻撃ヘリコプター計画へ向けては、や -61 の動力系統を利用して、 設計された攻撃ヘリコプターのベルヤーマイナス63とヒューズヤーマイナス64が製造された。ボーイングバートル社の R の設計は通常の攻撃ヘリコプターとは逆の前席パイロット、後席重視という座席配置に特徴があった。ヤーマイナス61の設計はアタスの要求仕様である信頼性、生存性の改善とより低廉なライフサイクルコストを満たすように 高温高所での性能を改善した総発エンジン、モジュラーデザイン、矛盾かつ駆動トランスミッション、防弾体制、上調性サブシステム、乗員座席と搭乗者座席のクラッシュワージネス、2段階オレオ式、主脚、防弾性、主要構造部のクラッシュワージネス、静粛性、より頑強なシュローターとテールローター、自動防老式燃料タンク、対衝撃燃料タンクといったものを備えていた。 ロッキード C-130 ハーキュリシコルスキー社がエラストマー製ベアリング仕様の全関節型ローターを選択する一方で、ボーイングバートル社は当時提携していたメッサーシミットベルコーブロー無社から提供された技術を基礎にした無関節型ローターを採用した。シコルスキー社が選択したオリン式硬着装置と肩持ち式テールローターに対して、ボーイングバートル社は 首輪式膠着装置を採用した。製造された3機中の2機がアラバマ州ホートラッカー基地内のアメリカ陸軍航空博物館に保存されている。モダンミリタリーエアクラフトよりありがとうございます。